talking. Showed up, I'm wearing Cuban links, yeah. Designer mix, yeah. Englewood's finest shoes. Woo, woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日の試合はスペイン対ポーランド、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。スペイン対ポーランド、どういった立ち上がりになるんでしょうか。イスコ、イニエスタ、セルヒオ・ラモス、組み立てながら攻め上がっていく。ジョルディ・アルバ、イニエスタへ、ジェラール・ピケ、ジェラール・ピケ、イスコ、セルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ラモス、ジェラール・ピケ、セルヒオ・ブスケツ、セルギオ・ラモス。前半の14分を過ぎたところです。イスコ、シルバからカルバハル。多少タイトな入りになってますけど、うん、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。なるほど。ジェリニスキ、レバンドフスキ、セルギオ・ブスケツ、一旦キーパーに戻します。セルギオ・ラモス、セルヒオ・ラモス、セルヒオ・ブスケツ、イスコ、シルバー、パスでつないで攻め込んでいきます。スペイン、ビトールからジエゴ・コス、ジエゴ・コスター、ジエゴ、素晴らしいグランダ製のシュート。この試合の最初のシュートはジエゴ。セルヒオ・ラモス、一呼吸を置きます。前半30分を経過しています。イスコ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ミリク、さあカウンターを仕掛けます。置きましたよ、レバンドフスキー。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ビトールからジエゴ・コスタ、ジエゴからシルバー、イニエスタ、セルヒオ・ブスケツ、セルギオ・ラモス、ここで前半が終了しました。前半0対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。スペインとしては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。人とボールがうまく連動しているような前半でしたよね。得点は動かないまま後半を迎えます。後半です。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。セルヒオ・ラモス、イニエスタからシルバー、スルーパス、裏へ抜けた、と枠に当たる、もう一度来た、来た、先制、スペイン、ようやく均衡を破りますスペイン。いやー、よく詰めていましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。ここですね。さあスペイン、
先制ゴールを決めました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね。サイドのスペースへ走らせる。もう一つ前に行きたい。スペインとしてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。シルバからジエゴコスタ、ボールを受けて、足元大事に行きます。ビトールからジョルディアルバ、カウンターを仕掛けていきます。ミリク、ミリクからレバンドフスキー。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ選手交代したりプランを変える時間帯といえますから、相手にしっかり対応して失点しないことを気をつけたい状況ですよね。ビトールからスペースに出る、前のボールよくカバーしましたよ。ブロシツキ、カウンターを仕掛けます。セルギオ・ブスケツからジエゴ・コスタ、イタロ決めた。スペイン、スペイン、決定的なゴールになるのか。有効活用できましたよね。そうですね。今のはシュートを打つ前の動き出しが良かったですよね。相手の守備は対応が一歩遅れてましたからね。こういうフリーで受ける状況をチームとしてどんどん作っていければ。シュート、いやー、追加点、スペイン、スペイン、さらに突き放します。これで3ゴール差。最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん、見事な駆け引きで勝利しましたね。そうですね。難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで打ち込んでいってるんですよね。さあ、スペインフットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。こう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。素早いパスで攻め上がっていきます。シュート、きた、追加点、スペイン、スペイン、どこまで点差を広げるんでしょうか。相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。落とし方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さが。シュート、スペインとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ショート、イスコからシルバ、このボールはカットされます。スルーパスを出す、ジエゴ・コスタ、枠を捉えきれませんと同時に試合終了。4対0、スペイン完勝です。見事に勝ちました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。スペインとしてはいい勝ち方をしましたよね。
自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。スペインが4点もの差をつけ、見事勝利しています。Thank you.